皆さんこんにちは。和歌山モン TV の小藤美穂です。イリです。本日は、はい、和歌山県田辺市のクラフトビール醸造所ボイジャーブルーイングに来ております。嬉しい。お酒、昼からお酒。クラフトビールの工場見学もできる上に試飲まで今日はできちゃいます。美味しそう。飲みたい飲みたい。ではではちょっと見学していきましょう。ゴー。おしゃれ、めっちゃおしゃれ。もうね、外観からもおしゃれなんですけど、中の様子が超絶おしゃれ。ボイジャーブルーイングっていうクラフトビールです。果てしない宇宙を人類が作ったものの中で最も遠くまで飛行し続けている物体NASA の惑星探査機ボイジャー。あ、NASA の惑星探査機から名前が来ていると。そうなんだ。2015年8月20日に会社を設立。おしゃれだ。まだまだ若い会社です。爆が、おしゃれだ。かわいい。本当にね、おしゃれなパッケージのビールなんで、味も美味しいですし、なかなか置いてるお店が少ないんですよ。すごい、全部ここで飲めるのかな。写真群もある、いろいろと。あ、ここはもう写真とか飾ってくれてるところ。おーおー、すごい。ここから見れます。あ、ちょっと爆芽が見えるよ、まあ、あそこに甘い匂いが。うん、ずっとここに入った時からずっと甘い匂いする。香ばしい匂いがする、うん、これはすごいいいデートスポット。なんだここ、めっちゃおしゃれやな。雨でも来れますよ。あ、ボイジャーで乾杯。え、これインスタグラムで投稿しよう。商品プレゼントやって、うん、エンジョイボイジャー、ボイジャーで乾杯のハッシュタグをつけて投稿すると、すごい商品プレゼント。ギターあるで、ミュージシャン。エンジョイボイジャー、クラフトビールを飲もうぜ。奥田民生みたいな感じに。イエーイ。はい。ポッポー。お歳暮中元にどうでしょう。ちょうどいいセット。箱がめっちゃ可愛いんですよ。ね、全然誕生日プレゼントとか普通に記念にプレゼントとか。値段、価格帯もすごくちょうどいい。うん、いや高くない、そんなに。食べ物持ち込み自由みたいですよ。食べ物持ち込んでビールが飲める、生絞りの。すごい色とりどりやな。宝石のような色をしてるよ。ちょっと持っていきますか。上にやった、来た。すごい綺麗、おしゃれに見えてるはず。ちょっと泡がね、今ちょっと時間経ったんで、うん、だいぶね、もっといい感じだった。もっともっともりもりでした。こっちからゴールド、コパ、IPA、スラスターの4種類販売しております。綺麗。ゴールドがふくよかな麦芽の風味と控えめなホップの香りを感じることができる単色系のビールです。単色系なんですね。一般的な感じですか。イリちゃん飲みますか。あ、じゃあいただきます。ビール好きなんです、最近。26歳ぐらいからいきなりビールが好きになりました。最近ずっとビールやんな。いただきます。お先にどうぞ。お昼から最高やな。うまい。いいな。ありがとうございます。嬉しい。美味しい。飲んじゃう。いいですね。あ、ビールもですけど、ここね、4種類おつまみもあって、はい、すごいですよね。うつぼ、シカジャーキーでミックスナッツです。シカですよ。あんまりないですよね、ビールに合う。すごいいいチョイスというか。甘辛のうつぼと、うん、こっちポリポリ系のうつぼです。じゃあコパー飲みます。コパーが濃色麦芽かな。濃色麦芽の甘味に柑橘系ポップの苦味、香りをバランスよく際立たせ醸造したボディのある贅沢なビール。なんか難しい。ちょっと濃いんかな、濃いんかな、うん、深い感じかな。コパーいただきます。ボディがね、あ、ボディがね、甘い、甘い、美味しい。ボディが、味が濃いんじゃ。ボディがね、ボディがね、ビールのボディがね、初めて覚えた、そのフルボディ、フルボディです。飲んだ時に、これ私行こうかな。行こう行こう。はい、多分飲んだことあるんですけどね。アメリカンホップであるカスケードを軸に、昔懐かしいアメリカン IPA を表現。すっきりとしたモルトボディと爽やかな酸味のバランス、良質な苦味と奥行きのある香りを楽しんでいただけます。香りやって違うんかな。あ、でも匂いきついかもしれへん。いただきま
奥行き、うん、奥行きのちょっと苦いかも。奥行き感じる、すっごい、うん、あの、うん、感じる。熊野古道ぐらい、熊野古道ぐらいの奥行き、うん、ちょっと苦いかも。えぐみは言い過ぎやけど、あの喉の奥の方でちょっと感じる感じはある。大人向けな感じ、美味しい。最後じゃあスランスターは大津小麦、大津なんて小麦麦芽由来の心地よい酸味と、うん、口当たりで何杯でも飲み化されたくなるビール。飲みやすいってこと。ジューシーなフルーツの香りと爽やかなシトラスを連想させる香りを感じることのできるセッションスタイルエールをお楽しみください。セッション、セッション、セッション感じます。いただきます。スラスター、最近シトラス系好きですからね。あ、シトラス、あっさり、あっさり、これは確かにハマるかもしれんね。飲み重ねる三重奏みたいな感じ、うん、セッション、セッションしてるね。セッションしてるね。これはセッションしちゃう。いや飲みたい、そっち。いいね、こっち飲みたい。飲みな、ちょっと試飲していきます。ちょっといろいろと飲もうぜ。これちょっと IPA 飲もう。あ、匂い全然違うやんこれ。あ、こっちはあのね、なんか昔ながらのビールなんかな、なんていうの、うんうん、ちょっとグッとくるよね。おっちゃん好きそう。あ、好きそう好きそう。全然美味しいこれも。うんうん、あ、匂いだけでも楽しめるな。これ私好きやわ。たじやき食べます。そうはワイルドだね。もう流行ってないんよね。美味しい、美味しい、美味しい。鹿やからとかないん。うまっ、臭み、何の臭みもない。これはウツボの甘辛かな。うん、甘辛です。絶対美味しいよそれも、うん、噛めないでよ。6時までなんで夕方の。うん、やっぱお昼のデートとか。いいな。そう、ちょっと今日雨なんで、雨天候の時この中で飲んで食べれるの最高かも。男の人にこんなとこ連れてきてもらいたい。あ、ムード作ってくれた感じ。ムード作った。乾杯しとく。乾杯。いや、こんな穴バーガーね、ここはちょっとびっくりした。すごいね、この横で作ってるのも見える新鮮さがすごい。はい、本日はボイザーブルーイングの醸造所の見学をさせていただいて、試飲もさせていただきました。最高に美味しかった。おつまみも、はい、ぜひぜひ皆さんここに遊びに来てくださいね。試飲も絶対してください。お土産も買って帰ってほしい。そう、安いんでプレゼントとかに持ってつけ、最高です。うってつけな。持ってつけ。持ってつけ、持ってつくんですよ、プレゼントするときはね、簡単みたいに。トトロ、うん、はい、はい、本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンの方を押していただくと、うん、私たちすごく喜ぶのでよろしくお願いします。お願いします。ではでは皆さん、アリ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 ーデペルチサイチェン。サイチェンはもう